ビリニュス・ゲデミナス工科大学にある、ビータウタス・ランズベルギス・ジェムカルニス教室ビータウタス、ランズベルギス・ジェムカルニスは、リトアニアの建築家、政治家。1893年3月10日、リンカビチェイに生まれる。1904年、ロシアからリトアニアに戻る。1919年から1922年まで、リトアニア独立戦争に、義勇兵として従軍。 1941年、リトアニア臨時政府で共同経済省を務める。1944年、ドイツに亡命。1949年、オーストラリアに移る。1959年、リトアニアに帰国。1993年5月21日、ビリニュースにて死す。父は、ガブリエリス・ランズベルギス・ジェムカルニス。母は、チェスラ・バルカシェビ中テ。 妻は、言語学者、ヨナス・ヤブロンスキスの娘であるオナ、ヤブロンスキー・テ・ランズベルギエネ。オナとの間にアレナ・ランズベルギー・テ・カラジーエネ、ガブリエルス・ジェムカルニス・ランズベルギス、ビータウタス・ランズベルギスの3事を設ける。ガブリエルスは、オーストラリアでリトアニア・ゴラジオ局などで務める。ビータウタスは、音楽学者であり、またサーユーディスの指導者として、独立運動を引き、 最高会議議長などを務めた。その後、エレナ・クルクリエティエネと再婚した。エレナ・クルクリエティエネは、前夫との間に娘を設けている。カウナスにある、体育会館カウナスにあるピエノ・チェントラスの建物。ありがとうございます。